お疲れちゃんです。ラットです。というわけで、今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日はね、こちらのホグデッキを使っていこうかなと思います。というわけで、2.6 ホグのね、大砲がなんとスパーキーに進化しちゃいました。というわけで、今日はね、これを使っていくんですけども、やっぱスパーキーになるとね、非常に防衛が硬くなる印象があります。まあ、個人的なね、やつなんですけども、まあ、大砲の方がね、こう相手のユニット釣れるし、高回転で回るし、みたいなね、こう、やっぱ、絶対意見はあるんで、まあ、それはね、まあ、そりゃそうだって感じなんですけども、スパーキーだとね、こう、攻めもね、強くなると、思ってるんですよね。やっぱスパーキー防衛力も高いんですけど、もちろん。やっぱこう、ホグの後ろにスパーキーとかいると、すごい嫌じゃないですか。僕、めちゃくちゃそういうの来られたすごい慣れちゃうタイプなんですけども。よいしょ。これはペッカかな？はい。さあ、こういう時もですね、非常にスパーキーだと、迎え撃ちやすいですね。さあ、相手は、これ、大砲とか相性いいか、これ。待って。これ、大砲だったら、相手の逆サイの攻めを簡単に抑えられるんですけど、スパーキーだと逆にきつい説が出てきましたね、これ。さあ、これはスパーキー多分撃つと信じて、こっちを5防衛します。よいしょ。で、まあ、この辺には、エレキとか、ユーノとかで、綺麗に処理されちゃいますね。で、例外があって、これですね。2.6 ホグをスパーキーにすると結構陸に対してほぼほぼ強くなると思ってて、まあ攻めにもね、圧倒的に強くなると思ってるんですけど、このペッカ工場だけはね、ちょっと話が違うんですが、言うて勝てると思いますで、ここのマスケは良くないかもね、もしかしたらアイゴル展開からの方が良かったかもね。相手はこれにポイズンとか打つだけ、そう、打つだけって感じなので、まあ、ちょっとホグで、ちょっと雰囲気おしゃれにね、見せていきたいと思います。いや、これがちょっと大変。まあ、ですが、一回エレキが打った、あ、待って。うん。ちょっと下手っすね。ぶっちゃけていうか、結構下手っすね、今のは。まあまあ、ですが、そうね、言わないでください。僕も、ホグライダー、練習中なので、さあ、ラッキー、ラッキー、こんな試合で勝っていいのかっていう感じなんですけども、まあ、勝てばいいですかね、結局。勝てばいいんで。さあ、回します。回します。で、ペッカ浮きかな、まあ、そうですよね、さすがに。まあ、ですけど、ダメージは入っていきます。そして、ウッドを転がして、スパーキーの一発で、ボトンと。で、ザップ来たら、と思ったんですけども、ザップは来ない。一発入りますが、こっちはおられることない。さあ来ました。最強の形。で、ちょっと早めにホグ出した方がいいですね。エレキが絶対降ってくるので、これ。エレキが絶対降ってきます。今だ！うん。お、待って。いい。お、撃って。アイスピ。いい！撃たんのかーい。で、これ逆サイの方がすごい、これ、来そうですね。こっち、さっきでもザップ使ったと思うんで、今ホグ飛ばしちゃおう。うん、待って、時々、おスパーキーやんちゃか、お前。お前すげえやんちゃだな、今。すごいやんちゃですが、来ましたね。ちょっと序盤、大ダメージ受けちゃったのが、結構怖かったですけども、スパーキーはね、このペック工場以外には、絶対強いと思うんですよ。本当に。じゃあ、とりあえずやっていくんですけど、まあ、空くらいですかね。大砲で釣れないっていうのが、バルーンとか釣れないっていうのはきついと思うんですけど、まあ、バルーンデッキは逆にスパーキーとか刺さると思うので、まあ、トントンだよねって感じで。で、とりあえず、マスケとかスパーキーを、これ結構大事なことを今から言うんですけども、とりあえずね、マスケとかスパーキーを後ろから出すっていうのは良くないですね。これはね、本当に結構ガチで、そうすると、高回転の強みっていうのが薄れちゃうんですよ。高回転って、やっぱ、早く回るから、今相手にね、あれで守られた。なんだ、ボムタワーで守られたから、こう、2周目のホグライダーで通すとかっていう風になるんですけど、とりあえずマスケとか、とりあえずスパーキー出しちゃうと、やっぱ回転がやっぱ若干遅くなっちゃうんですよね。なんで、やっぱ、相手のこう流れたホグとかを抑えた、こう、ユニットを守るときの、よいしょ。守るときの、えい。
まあ、スケートとかならいいと思うんですけども、とりあえずここですね。こういう時にとりあえずじゃあケツからスパッキー出そうかっていうのはこう良くないですね。回転がねこうなくなっちゃうというかね、そういう回転活かせなくなるんで、まあここで相手がケツからねマスケットとかなんかユニット割いてくれたら、そう、それに対してここでスパッキー展開するのは非常にねいいと思います。さあというわけで、まあそしてあとはさっきボムタワーで2回目ボムタワーで守ってないターンで、ここでまたボムタワーがあるターンなので、ここのホグはまあそんなこう攻めっ気のあるホグじゃなくて、1回ボムタワーで受けてくれていいよって感じだね、ホグライダーになるんじゃないかなと思います。ここ多分ねこれだけでうざいと思うんです。ああこれあれしくったっすね。これホグライダー、あそこのボムタワーだと逆サイドをこっち飛ばすとね釣れないんですよ、ホグライダー。タワーに一直線するんで、そうすればよかったっすね。ちょっと持ってないっすね。さあここはSP出して、ぶっちゃけここ行きたいっすよね。もうこれはファイボとスケで抑えていきましょう。でここですね、ここでアイゴルホグすると相手は回ってないんですよ、ボムタワーが。なんでこれ、あー回った、ごめんなさい、なんか今すごい嘘ついた、嘘じゃないんですけど僕はそう思ったんですけどね。さあとりあえずウッドぐらいで回しつつ、このマスケットはマジアチュに射抜かれないようにしたいですね。さあ気づけば、まあここは防衛のマスケ、これマジアチュ打っちゃいましょうか。ちょ厄介ですね。わ、いらね、いらね。まあでも、こうホグ飛ばします。2マスキーがうざいと思います。そして、こう2周目のね、ホグライダーを回せるとすごい良かったんですが、左側痛いですね。左側痛い、痛い、痛い、待って。頑張れば30室くれそうでしたね。はい、はい。あー、なんかいい試合しちゃってますが、ボムタワーは厄介ですね。あと相手はスパーキーが意外ときついのかもしれないですね。なんで、相手のユニットに対してワンチャン合わせてもいい。まあ、ここを行って、ボムタワーがここに絶対来るから、一緒にやって、オッケー、いい。いいですね。いや、いいファイボ。いいファイボ、これ一発ありますね。いいファイボです。そして、ここの、ミリ残りのマスケッちゃんを、ちょっとね、残しつつ、相手これ、回転によってボムタワーが間に合わない。で、ギリ置いても、オッケー、そうですね。これですね。今は多分何も、てか、マスケは出したかもしれないんですけど、回しでね、いい感じに。さあ刺さってます。でここ次はどうせボムタワー回るので、ここのホグは一回飛ばすけど、まあその通す必要はない、通らないホグですね。まあ、5打ってもいいけどね、若干。さあでここですね、てかもう5打って5で終わりそうなんですけど、ここを回転でご利用します。こんな感じでマスケも出さずに行くと回りますね。であと5防衛しとけばこのホグは絶対通るんで、まあ、勝ち。ちょっと待って。相手も回転早いのか、佐藤。さあ、ちょっと待って。ピンチになってきましたよ、僕も。僕もピンチになってきましたよ。さては。ホグライダー一応飛ばす。ファイブ防衛する。あ、てはうっと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 。オーケー、いい。いや、いいエイムだな。さあ、これが回転ですね。ボンサワーが、今回こそは間に合いませんでしたね。といったところで、アイゴレホグ、スケアイスピウッド、アイゴレかな。アイゴレホグで、ホグ出してから、スケアイスピウッドアイゴレで、ホグが回るんで、そのルーティンをできれば、2周目の方が必ず通ると思いますね。で、その間に、やっぱこう、1周目の漏れたのを、とかまあ逆サイド攻めてもいいですけど、なんかマスケットでね、回収して、みたいな感じで、とりあえずマスケをケツから出すんじゃなくて、って感じですね。で、ここは、まあどうしようかな。正直マスケ出しても良さそうですが、とりあえずね、相手の、まあ、デッキはまだ分からないっていうのもありますし、一回待ちましょうか。ペッカ工場かな？ペッカ工場多いですね。ペッカ工場、おい、ザップ使いました。ホグ飛ばすじゃないですか。これすべて何できてもスパーキーで受けれますからね。いや、エレキはどうしようかな。たかがエレキですもんね。あ、これ、知ってます？この、エレキは殴るぐらいのこのタイミングすると、ウッドか、完封できるんですけど、僕のね、あれがちょっと下手でしたね。ウッドのタイミングがもうちょっと後だったかな。さあ、ウッドを使ったので、ここ来られるとちょっと嫌ですね。うわ、うまい。いや、ザップうまい。待って、うまくね？びっくり。ちょっとウッドからの、アイスピでね。いて、アイスピちょっと下手なんですよね、さっきから。あ、でも、ダメージ入れていく。ナイス。
さあ、アイゴラホグでダメージ稼いでもいいですが、いや、行っちゃいましょうか。行っちゃって、まあ、ペッカー。これはユニットのターンか。はい。これ、スパーキーで全回収できたらすごい嬉しいですけどね。ザップ来ないと祈ります。突進なら来てもいい。これザップ回りましたね、多分。あ、やべ。やべ。やべ。ミスった。ミスった。ミスった、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 ミスったやばい。やめて、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 エレキ。エレキ、お前よくね。マジで、マジで、ミスった。いや、でも、こっから勝ちたい。こっから俺は勝ちたい。俺は勝つ。これ一回ノックバックで耐える。からの、スケ、オッケーオッケー、耐える。オッケー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 、耐える、耐える、耐える。うい。ダメージ入れさせません。耐えます。耐えます。すごい耐えます、僕は。ザップくんな。うわぁ、うめえな。めっちゃいいザップっつやんけ。まあ、グラチャで8勝無敗ぐらいなんで、今。それ相手も間違いなくうまいわっていう感じですが、さては、申し訳ない。ペッカ工場に勝てないっすわ。これ、勝てなくなります。こいつに変えちゃうと。変えない方が良かったっすね、ぶっちゃけ。ぶっちゃけ変えない方が良くて、しかも残り時間がなくて、辛くて、負けそうで、悲しくて、じいじい!さあ、奇跡のエレキ。うい!あー!これ。いやでも勝てないこともないと思うんすよね、確実に。まあなんですけど、申し訳ないながら大砲をスパーキーにしちゃうと、ペッカ工場に負けやすくなりました。はい。というわけで、最後ちょっと負けちゃったんですけどね、意外と個人的にはすごいお気に入りなんで、スパーキー型ね、良ければ皆さんもね、なんか他のデッキとか1枚スパーキーにして試したりとか、いろいろ1枚なんかに変えてみると、逆にね、良かったり、なんか面白かったりするんでね、試してみてください。というわけで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。